ちょっと待って、スコア管理何でしてますよ。いや、してない。特に残したりしてないですか、うん、あ、そうなんですね、うん、なんかもう目標がない、目標がない。え、そうなんですか。じゅんちゃんのゴルフの目標何なんだろうね。え、最後の目標って何だったの、じゅんちゃん。え、レギュラーティーから70代。あ、確かに言ってたね。なるほど。レギュラーティーから結構常にパープル、何、70代で回れるとかってなると距離伸ばさないと。確かに。なんかその目標クリア絶対できないから、うん、結構練習行かないといけなくなるんだよね。飛距離アップのための。そう、うん、でこの間教えてもらったやつやってるんだけど、うん、あの見たフェードとドローの打ち上げ方でしょ。その後にね、まあ、この動画の前にはもう多分流れると思うんだけど、うん、このかかとがテイクバックでこっちに行かないように、うん、こうやってフィニッシュの時にこうなっちゃうんだよね、私。分かる、こういうふうに、うん、じゃなくてこっから出ないようにこうやって上げるらしいのよ。それはちょっと動画に出ると思うんだけど、うんうん、こういうふうに、そうすると体重がしっかり乗るって。そう、ちょっと理論は分からないんだけど、うん、飛ぶらしくて、これ以上飛んじゃうんだ。やったらやっぱセカンド打てなくなってくるよね。うん、ナイス。でも狙い通りですね、うん、球はね、今みたいにすごい力強い、うんうん、ボールが出るんだけど、うん、ライが悪いところでちょっと打っていいか分からなくなっちゃうんだよね。ライね、ナイス、ナイス。こらえて、もうちょっとキック、うん、見えなかったけど、うん、大丈夫だと思う。よいしょ、飛んでます、飛んでます、はい、飛んでます、飛んでます。いろんな球打ってみたいよね、うん、うんうんうん。え、ここパー 4? パー 4? パー4ですね。まだ150くらいあるか。長いね。6番でいきます。はい、右に体重を置く。あー、トップしたけど、まだ大丈夫かな。大丈夫、でも109、え、110しかない。距離は短い。しかも結構ピンが手前に刺さってますね。そうですよ。でももしかしたら出られるかもしれない、うん、いけるかも。いや、ナチまっすぐだわ、ちょうど木。そうだね、てかこの山があるのがちょっと計算外だ。こっちかもね。じゅんさんの身長の2倍ぐらいありますよ、この山すごい。もうちょっと7番で右側から巻く作戦でいきます、うん、右側から、OK。 いやー、でも7番も大きいかも。確かに。8番ちょい巻き、軽く。1番ちょい巻き、怖いね。うん、うまい、うまっ。巻いた、巻いてる。え、やばい。あ、もっと巻かなきゃいけなかった。めっちゃね、いい感じに巻いてあったけど。ここなんだよね。すごい。はい。うん。ちょい左。全然。お。大丈夫。ありがとうございます。足りない。止まってくれた。いきますね。はい。うまい。うま。うま。ナイス。ありがとうございます。さすが。寄せる。58で。はい。あ、方向が違う。うまい。うまい。あ、これ。うまい。惜しい。オッケー。オッケー。ありがとうございます。ナイスタッチ。
曲がんない。おー、うまい。ナイスタッチ。絶対出てる。ゼロないよ。ない？ない。全然弱かった。優しかった。OK です。ゴルフの時って朝ごはん食べる？食べる。あ、食べてくるんだ。ご飯、キムチ、納豆。え？キムチ？似合いました？うん、似合わなかった。でも朝から元気だからなんかチャージしてきたのかなと思って、うん、お腹すぐ空いちゃうんでうん、うん、結構しっかりめに食べたくて。マリリン燃費悪いよね。燃費悪いんで、うん、夜勤中もチョコずっと持ち歩いて、燃費いいんじゃなくて低血糖になっちゃうって言って。あ、燃、うん、食べてすぐにお腹空いちゃうんでガソリンすぐ補充しなきゃいけない。そうあれ燃費悪い。あ、そうだ、燃費悪いっていうね。そうだね、そう、燃費悪い。ガソリン補充が大きいの燃費悪いっていうもんね。そう、それかガソリンのタンクがちっちゃいかだよね。そうです、ね、容量少なめ、容量が少なめ、ガソリンがあんま入んない。フットバンカーにいるんだけど。いやでも結構あの高そうですよ。あのバンカー3回ぐらい打ったかな今。え、ちゅんちゃんここからどの辺狙うの？え、あの右の木より左か、うん、もう諦めてあの右の木突っ込んでいくか考えちゃう。 あの一本木、うん、もう多分左狙わないと多分ダメだと思う。確かに。え、マリリンだったらどこ狙う？私あの木より、まあでも狙いは木かな。木だ。ただスライスしちゃうからと思ってもうちょっと左を個人的には狙う。なるほど。でも木で多分210ぐらいな気がするんだよね。私黄色い旗狙うのかなと思ったけど違うの。黄色い旗だと突き抜けるよね。ちょっと抜けちゃいそうだから。そうなんだ。ランとか出ても困んない位置に目指したいな。木だな。木。木に行きます。はい。向いてる木に。うん。ちょっと右？やっぱり。うん。怖いよね。ちょっとずつ。やばい。いや、抜けたな。抜けろ。越えない。あ。下、下かな？の山越えみたいな感じです。がっかりだよ。がっかりだよ。がっかりだよ。木狙いで。木狙いですね。あ、一緒。あれさ、池じゃないよね。池？え？だよね。私も多分池だわあれ。じゃあね。そうだね。あの。横断してるカート道でいいかもしんない。あ、右行った。やっぱりまあでもやっぱり残るけど。どうだろうね。あ、本当だ。めっちゃ池って感じ。なんでさっきこれ見えなかったんだろう。確かに。全然なんか落ちてもグラスだしいいやみたいな、ね、思ってた。意外とみんな狙いどころってやっぱそれぞれなんだね。60ヤードくらい。はい。4番ユーティリティで。右。キックして。ケイ。落ちてきた。ちょびっと。なんか刻んでも良かったのかもね、普通に。ね、アイアンで。うん。良かったな。あ、だってワンチャン残ってる。あ、あ、違う。ない。溝に入ってそう。あ、でもまっすぐ乗ってくれたりして。あ、乗った。あ、もうちょい乗った。ナイス。結果オーライ。グッドミスです。結果オーライですね。ピッチングでします。はい。もっとあるように見える。うん、うまい。やっぱ綺麗だな。うん、ナイス。ありがとうございます。今90ヤードピッチング。はい、ピッチングです。ぴったり？ぴったり。いや、100ぐらいだけど、なんか最近飛ばないから、うん、70ヤードぐらい。その先上がり。ピッチングで打ちます。はい。うまいよ。ちょっと左だ。お、跳ねた。大きい。あ、丸？
バツに見える感じ。わかりにくい。わかりにくい。一回丸だったってこと。うん、もう乗ってるね。よかった。ヤキさんピッチングはマックス何ヤード？マックス夏だと95、90ヤードくらい。じゃあ同じくらいよね。なんか冬は全然距離違う ね。10ヤードぐらい違う。うん、いや、うん、そう、10ヤードぐらい違う。一晩ってやっぱ落ちるかも。そうだよね。よかった。ボール大丈夫か？止まった。うん、いや、止まるんだよ。でもオッケー。右に行くと思ったんで、うん、ちょっと左を狙ってたつもりだったんですけど、最後フックなんですよね。うん、スライスフックだね。うんうんうん、オッケーですか？オッケーです。ありがとうございます。ナイスナイスボギー。お、止まる、いい感じ。おー、ナイス、おー、ナイス、オッケー。ボギー、ナイスボギーです。ありがとうございます。ちょっと左出しちゃった、手が動きました。え、ジュンさんって東京です。東京生まれ、東京育ち、はい、そう、はい、悪そうなやつは大体友達。なるほど。あきちゃんは茨城、茨城弁でこれなんていうの、デラミ。言ってみてよ。語尾が上がるんだよ。なんていうの？ただ本当全部語尾が上がるだけなの。ちょっと出てみてよ。どこ目指すか？どこ狙いか？上がる、全部上がる。でも優しく聞こえるよ。うん、いや、それは今声高めに言ったから。ちょっとあのおじさん風に言ってみて。でもなんとかだってよ。あんまり意外と私の地元は言わない。デラ短い。デラ短いが。名古屋弁。デラ短いが。ドラやば、え、言わないな。デラやばい。デラやばい。デラボコボコしとるがとか。やっぱデラは使う。デラドラ。あったかくなってきた。あ、嬉しい。太陽嬉しい。このままオンすると。はい。9番。はい。ナイショ。いいね。方向もかっこいい。足りない？あ、見えないからわかんないね。いきなり逆光っていうか、いきなり光が差して、うん、え、でも急にあったかいね。ね、よかった。何番で打ったらいいんだろう。私ね、上りだから100ヤードは打とうと思って。あ、本当？見たけど。ちょっと右に上がる。大丈夫。バンカー左。9番ですか？9番。やばい、うん、いや、でもそっちは安全な方。なんだかんだいいとこだと思うけどな。本当？うん、もう下手。いや、あ、乗ってるじゃん。あきちゃん近いな。どこまでも乗ってる。どこまで？うん、ふわっと。うまいよ。ナイス、ナイス。これみんなパー狙えるよ。もうちょい。あ、でも意外とちゃんと来た。惜しい。ゆっくりと転がりました。じゃあ私打っちゃう。やばい、これ入らない可能性ある。難しい距離。難しいですね。結構あるし。バーディートライ。バーディートライ。こういうの入んないんだよな。決まったら借金お願いします。OK です。いけ。なあ、なんと OK パー。借金の練習しようと思った。ちょっと頭の中でさ、借金イメージしすぎちゃったんだよ。そうどうやってやんだっけ。どっちが遠い。同じくらいですかね。じゃあ先ちゃん、しっかりめ。打ちすぎじゃない、ね、打ちすぎじゃない。いや、思いが溢れちゃって。お、打った。うん、止め
ボギーボギーですね。ちょっと入れないとダボになっちゃうよ。どうした、どうした、珍しい。なんか右に曲がったんだけど、なんかモグラでもいた。モグラがいた。おお、スリーパッド。なかなかスリーパッドということないですか。いや、ありますね。ありますか。ロングパッドがあんま得意じゃないんですよ。なるほど。さっきだってもうジュンさんこんなに見えましたもん。遠すぎてね。ちっちゃくなる。確かにジュンちゃんアプローチ上手だから寄せちゃうよね。そう、だから乗らない方がね、良、かったりするっていう。逆にね、パッドの戦略ですね。